このジェイ軍使いのマスターは死にました。ね、こんにちは、新しいマスターさん。あー、完全に隊になったらホタルになったんですね。はい、というわけで最後の当選者は雨漏りテリー。さあ、今日チャージからチャージ3弾で画面端に追い込んで、さあ、しかしホタル側もなんかピクピク見えるフェイントコンボで、さあ、アテナチは稼いでいくか。今日チャージから禁止チャージ3弾、1ラウンド目を取るのは雨漏りテリー。さあ、今日チャージの出足を殴ったがちょっと距離が遠かった。さあ、コンボミス、これは痛い、最大で痛いか。2段目がスカル。さあ、潜在バスターで大きくダメージを取られて、ショージャンプからダンクダンク。さあ、3ラウンド目、うまい具合にダメージを取ったか。さあ、テリーは TOP が落ちた。テイクジャストや飛び越えで冷静に立ち回っていくか。さあ、暴れランキー、いいダメージ、隠す強みの白鳥重ね、フレーム的には少々物足りないところなんですけど、さあ、ゼロフレーム範囲だったかもしれないが距離が足りなかった。さあ、しかし、あと1回殴ればテリーは死ぬ。ジャッキャンダンクは間一発ガードできた。さあ、体力リードしたテリーの方、いい削りだが少々時間が足りなかった。さあ、あっという間に雨漏りテリーが1戦目を取る。さあ、松さんの残りライフは4。さあ、キャラは変わらずホタルを使うのが親ジェイフンにまた魂を打ったねえ。さあ、危ない棒発がお互い見えたか。まあ、さっきからうまい具合に空中強攻撃でダメージを奪っていけてますね。まあ、ホタルと違って地上牽制も空中の横へのリーチもジェフが高いんで。さあ、ガードクラッシュから潜在バスタウルフを生で切る。しかし、剣山剣が追加で大きなダメージ。最後はダンクのブレーキングミスに2へ押し込んで、マサ・ジェイフンが1ラウンド目は先週。さあ、2ラウンド目、ジェイフンはゲージ回ってラウンドも取れてほぼ最高の状況。さあ、ショージャンプ JA が歩きに勝ち合って、キエンさんから砲を客と4割ぐらいのダメージ。さあ、メクリニックがきっちりガードしている。立ち絵 2B から砲客だが、テリーは結構 TOP の体力ゲージが残ってるぞ。さあ、しばらいパワーウェーブを垂直ショージャンプで越えて、パワーウェーブ。さあ、謎の釈迦集だったが反撃配慮もギリギリ TOP が残ってる。さあ、バックステップにウェーブが刺さる。さあ、紀元山で画面端から脱出するが、体力リードしていたのはテリーの方。タイムアップでテリーが1本取り返して3ラウンド目。さあ、ブレーキングミスでも反撃が入らない。しかし、紀元山で切り返してうまい具合にゲージも回収。さあ、ダンクで切り返して
潜在バスター POP がギリギリ残る。さあ上橋城南酒はショージャンプでタイミングを抑えて最後投げでテリー側がマッチポイント。おぉ、ショージャンプをパワーダンクで下をくぐって下口に殴っていく。繋がってないが、ヒレンザンが当たる。さあ、ジャンプ以降うまい具合に立ち入れて封殺して、さあ、フォトハンだったがうまい反撃が決まらず、下段先が着地にかぶさってたが投げれた。さあ、割れた。これは体力が一気に吹っ飛んだ。強気に強チャージを通して雨漏りテリーが2本目を取る。さあ3戦目もマサさんはジェイ君を選択。さあまあちょっとうるさいこと言うと、パワーダンクとか先端付近に変わるとジェイ君の場合立ち合いが3フレなんで赤飯が取れるっていうのがあるんですけども、まあ、あの距離だとそんなに大きなダメージには繋がりませんけどね。さあ上段先西から流星落だったんだろうが、レバーが上まで入ってしまい剣山が漏れる。さあミスカは立ち直れるか。空対空ジェシーで競り勝って、さあ流星落このミスガーキャンチャージからと少し安かった。ダンクが引っかかって着地に壊しは間に合わない。さあショージャンプ JT 投手テリーが潜在バスターまで決めて残り体力をきれいに飛ばした。さあテリー強チャージ取って画面端まで持っていく。さあ現在のうまい具合に足取って大逆で体力を大きく持っていくが、さあショージャンプ見えない。強ダンク出し切りでそこそこのダメージ、ショージャンプ D から砲撃するがまだ残る。さあ剣山剣山追加、足払いが目の前で使ってたが打点が低くて、しかしウェーブを飛び越えてショージャンプ JD マサジェイ君も1ラウンド取り返した。さあ4ラウンド目、さあジェイ君のスイートリジャンプにダッシュで裏に潜り込む。相打ちからゲージがないので追撃は入らず、ガーキャンダンク、おっとめくりショージャンプから潜在はスターウルフ、こればっかりはちょっとどうしようもない。最後は近距離 C コンビネーションで雨漏りテリーが参戦練習。本からもらうんすか誰が持ってきたんだよさあマサジェイ君残り体力残り弾機は2機、なんとかこのテリーから3ラウンド取ることができるか。さっきから垂直ショージャンプ D がうまい具合に機能してますが、ヒエンザン暴発チャージが3段入った。 TOP がノーゲージで一気に消えた。さあかなり打点が高かったが着火何個前繋がって置き攻め。さあ暴れ潰し組に近距離 C が入って
穴森ケイ外周ラウンド目を取る。さあ先頭 TOP のマサゼイフが、おお、ガードキャンセル、危険山から砲却、画面端逃がさないようにしたけども、さあウェーブをうまい具合に飛び越えて小ジャンプ D 投げられて、さあめくり小ジャンプを狙ったか、これはガードクラッシュしたか、しコンボ選択はミスが、さあ相手のミスを高めてこのラウンドを取ることができるか。さあ小ジャンプが入ったが追撃が入らず、しかしバックジャンプ JD から足払いまでつないでマサジェイフンがラウンドを取り返した。ゴムさんの方見ないようにしましょう。さあ2ミリシャカシューからコンボミス、これは痛恨チャージ振りすぎでしょう。さあしかしブレーキングミスを高めて JC 単発は少々安かったか。さあ画面を押し返していく、投げを切って投げ返す、強チャージで画面を持っていこうとしたが剣山かぶったから綺麗に体力が消えた。さあこれは優勢だぞマサジェイフン、マッチポイント。さあコンビネーション C から潜在ゲイザーまでつないでいく。さあゲイザー使わずに剣山追加で TOP を消すように努める。さあこれはいいコンボ、上段先に C から、さあ立ち上ヒットなくに潜在砲却、体力を削り切る。最後の挑戦者守りテリーを下したのはマサジェイフ、おめでとうございます。いやー最後ねやられましたね、おめでとう、順位抜きおめでとうございます。これでおしまいですね、長い戦いでした。マサさん最後にコメントどうぞ。あどうもお疲れ様でした、ありがとうございました。いや楽しかったです。すごい自分的なコメントですね、もっとこう感情込めてくれてもいいんですよ。いやーまあまあね、4月から来れなくなるんですけどね、これからも関西からを動画で応援してるんで、ね、いやもう来れないっすね、平日に来てる誰もいないでしょ、だって平日休みの時はまあ3パチにお世話になるかな、多分ミノー38で、それかまあ最寄りのゲーセンでトレモしたりとか、そんな感じになるんで、まあ、お、じゃあこれ司会者にお返し、お、まあ本当お疲れ様でした。マスさん、マーさんの戦いはこれからまた始まっていくということで頑張ってください、僕たちも応援しています。まあね、マーさんもね時間が見つかってこれがあればまたソフトテムとかに来てくれれば、愉快な仲間たちがねこうマーさん来たじゃねえかニヤニヤしたからね、すごいいやらしい笑みを浮かべながらこう出迎えてくれると思うんで、どんどん来てください。それでは皆さん今日はお疲れ様でした。